どうも、直吉です。本日の動画は、僕がおすすめする業務用スーパーで売っているダイエット食材を紹介したいと思います。業務用スーパーってね、意外とね、ダイエット食材ってね、結構たくさんあって、それをね、探してるのも、面白いんですけれども、本当にね、いっぱいあるので、今日は厳選してね、おすすめするダイエット食材を紹介したいと思います。基本的にね、僕は料理が得意っていうわけではないので、食材って言ってもね、今日紹介するものは、電子レンジでね、チンして食べれるものだったり、鍋でちょっと茹でて食べるものだったり、そういったものばっかりなので、僕みたいに、ズボラな性格な方にはおすすめする食材となっております。はい、じゃあ早速ね、紹介したいと思います。直吉ブログ。はい、早速ね、並べてみたんだけど、結構ね、数あります。で、それでね、この中に、おやつ的な感じで食べるやつもありますので、それはね、おまけで最後の方に紹介するんですけれども、まずメインとなるものから、1個ずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、フルーツたっぷりミューズリーになります。これオートミールなんだけど、普通のオートミールと違って、ドライフルーツが混ざってるんですよ。で、オートミールってね、ただ食べてもね、味気なくて、正直あまり美味しくないじゃないですか。で、そこでね、このドライフルーツが入ってるだけで、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、マクロ栄養素の方も普通のオートミールと同じくらいで、脂質がね、結構抑えられてます。だいたいね、50g 食べて、炭水化物がね、40g ぐらい、脂質が 1.5g、 タンパク質が 4g ぐらいです。結構優秀なんですよ。それでこれこのまま食べてもパサパサするので、そこでね、これココナッツアーモンドミルクです。これもね、結構美味しくて、で、100ml あたりカロリーがね、26カロリーしかないんですよ。それでいつもこのミューズリー 50g にこれを 100ml かけて食べてます。これめちゃくちゃこの組み合わせ美味しいです。で、値段もね、このミューズリー税込みで確か今値上がりしたんだけど300円ぐらい、こっちが230円ぐらいだったかな。直吉ブログ。はい、じゃあ次紹介したいと思います。ブルーベリーベーグルパンになります。で、これ今日ね、ちょっとブルーベリーしか売ってなかったんだけど、この他にプレーン味っていうものがあって、僕はね、いつもそのプレーン味の方を好んで食べてるんですけれども、ブルーベリーがね、まずいってわけじゃないんですけども、じゃあ今日はなかったのでね、このブルーベリーの方紹介したいと思います。で、これもね、1個あたり、炭水化物が 45g ぐらいで、脂質がこれも 1.5g。で、タンパク質が 8g 取れます。で、カロリーもね、230カロリーぐらいで、これベーグルパンなんで、オーブンでやってもいいですし、電子レンジでチンして、そのまま食べてもいいです。で、これ6個入りで、税込みでね、570円ぐらいなので、1個あたり、100円しないで食べれますね。これ朝食で例えば1個食べるだけで、全然朝のね、炭水化物取れるので、これもね、めちゃくちゃおすすめです。直吉ブログ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、これ。黄金の焼き芋になります。さつまいもはね、ダイエット食材として知られてるんですけれども、このね、業務用スーパーで売ってるこの黄金の焼き芋、これね、見てわかるかな、ねっとり滑らかな食感とって書いてあるんだけど、これね、めちゃくちゃね、美味しいです。普通のさつまいもをね、ふかしたりして食べるより、これ全然美味しいです。こんなのあるんだって感じですね。で、これ3個入りで、値段もね、確か、いくらだっけな、320円ぐらいだったかな。はい。黄金の焼き芋、これ、一度食べてみてください。
直吉ブログ。はい、じゃあ次の食材です。オートミールで作ったイカチヂミになります。でね、これね、見つけた時ね、めちゃくちゃ嬉しかったというかね、減量中ってのはやっぱりお好み焼きとか、まあ、食べれないじゃないですか。で、たまにね、まあやっぱ食べたくなる時があるんですよね。で、そういう時にこれ、オートミールで作ったイカチヂミ、これめちゃくちゃ優秀で、これ一食食べて、カロリーがね、239カロリー、タンパク質 7g、 脂質がね、まあちょっと 8g ぐらいあるんだけど、まあ 8g ぐらいなんで、ね、全然食べれますね。で、たまにこう朝から食べてって、脂質とかね、あ、今日足りないなっていう時に、このチヂミで、まあ、8g 入ってるんで、まあ、調整するときに食べるのにもね、めちゃくちゃ便利ですし、何よりね、こう減量中にね、お好み焼きみたいな感覚でね、食べれるので、これもね、美味しいんですよ。まあ、ソースぐらいだったらね、ちょっとかけて食べても、まあ、大したことないと思うんで、めちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。直吉ブログ。はい、じゃあ次の食材、豚生姜焼きのライスバーガーになります。これね、ライスバーガーなんで、脂質もね、これ 2g しか入ってなくて、まあベースがね、まあご飯なんで、カロリーもね、180カロリーぐらいで、炭水化物もね、33g と、結構ね、これまあ間食的な感じでも食べれるし、トレーニング前にまあなんか食べていくっていう時にも、まあこれ便利ですね。で、味もね、美味しいですし、これもチンするだけで食べれます。直吉ブログ。はい、じゃあ次、プチ大福です。これはね、まあなんかちょっとあんこが入ってるので、まあ加糖系にはなるんですけれども、まあ間食で甘いものを食べたい時とか、あとまあトレーニング前に食べるのもね、まあ結構いいと思います。内容量が、まあ、850g で、こんなね、ちっちゃいやつがね、何個ぐらい入ってるのかな、30個からね、40個ぐらい入ってて、だいたいね、4つ食べて炭水化物がまあ 50g ぐらいかな、うん、でもちろん脂質もこれ少ないので、脂質 0.7g、まあ、もちろんね、これ大福なんで脂質入ってないんで、まあ、たまにはね、こういうのもおすすめです。で、値段もね、確か300円ちょっとぐらいかな、うん、4つずつ食べてても、まあ、結構持ちますね。はい、コスパいいかもしれません。直吉ブログ。はい、じゃあ次、はい、冷凍かぼちゃになります。で、かぼちゃはね、まあカロリーめちゃめちゃ低いっていうのはね、もう皆さん知ってるとは思うんですけれども、今の時期ってまあ普通のね、かぼちゃってあんま売ってなくて、で、普通のかぼちゃもね、こう切ったりなんだりするのがね、めんどくさいじゃないですか。まあ僕だけかもしれないけど。で、そういう時にこれ、この冷凍かぼちゃ、これ500グラムなんで、一食ね、こう半分で250グラムずつ僕は食べてるんですけれども、まあこれ袋切って半分入れて電子レンジでチンして、あとパルスイートとかね、ぶっかけて、まあ食べればね、結構甘めな感じでね、食べれるのでね、めんどくさい人はね、こういう冷凍かぼちゃもね、おすすめです。で、値段もね、これ一袋いくらかな、180円ぐらいかな。はい、だから普通のかぼちゃ買うよりは安いです。直吉ブログ。そして最後、中華野菜ミックスです。これもね、まあ単純に、まあおすすめっていうよりは、僕はね、もう料理するのめんどくさいんで、野菜切るのがね、もうめんどくさいんで、あの鶏胸のね、野菜スープ作るときに、これ8種類ぐらいの野菜が入ってるんで、内容量もこれ 500g なんで、 100g ずつあの鍋に入れて1食分使ってます。で、値段もね、180円ぐらいなんで、コスパはね、結構いいと思います。もうズボラな性格の人にはね、おすすめの食材になっております。直吉ブログ。はい、じゃあここまでね、
まあ、メインとなるねダイエット食材を紹介したんですけれども、ここからはねおやつ的な感じでね食べる分にはねいいかなっていうのをご紹介したと思います。でまず業務用スーパーでしかね売ってないと思うんですけれども、シリアルバーになりますね。で名前もねもうバーっていう名前です。でこのシリーズね結構種類あるんですけれども、このねココナッツ味とオレンジ味、これがね脂質一番めちゃくちゃ少なくて、このオレンジ味がね 2.5g ぐらいで、こっちのココナッツ味は脂質 3.7g ぐらいで、カロリーもねどっちも120カロリーぐらいで、まあタンパク質はねあんまり入ってないんだけども、まあお腹空いた時のね感触としてはね全然食べれるので、これめちゃくちゃ美味しいのでぜひ一度ね食べてみてください。直吉ブログ。あとこれエビせんべいっていうやつ売ってるんですけれども、でこれね基本的にねこう油でこうやって揚げて作って食べるやつみたいなんですけれども、僕はね電子レンジでチンしてこのエビせんたまに食べてます。でこれ脂質入ってないんで、まあ、炭水化物でしかないんですけれども、おやつ的な感じで食べたい時にね食べてます。で今実際ね電子レンジちょっとチンしてみようかな。でね袋を開けるとこんな感じのやつが入ってるんですよ。これねこう1枚ずつ、なんだろうねこれプラスチックみたいな、これをね電子レンジでやるとねもうエビせんになるんですよ。これちょっと今やってみたいと思います。じゃあねちょっとね電子レンジ今これやってみたいと思います。でこれね大体ねワット数600ワットでね、まあ、1分20秒ぐらいかな。あんま強いとねあれなので様子見ながらねやってみてください。はい、これエビせんになったでしょ。これほらでねちょっとこれかけすぎると焦げちゃうんで、まあ、様子見ながらね電子レンジでチンしてみてください。これね食感もいいんですよ。これサクサク、うん、めっちゃうまいのよこれ。でねカロリー的にもね、まあ、100g あたり、まあ、348で炭水化物がね 86g、 うん、100g でだから、でこれ1回食べるのにもね本当に 20g、30g ぐらいで結構量ができるので、まあ、ちょっとしたおやつにねもうこれ最高なんですよね。で夜とかねあー酒飲みてーなーって時とかにこれチンしてノンアルコールで食べるとね結構気が紛れます。直吉ブログ。じゃあはい最後ね、これおなじみのチョコレートシロップ。でこれチョコレートシロップだけど脂質ゼロなんですよ。これすごくないですか。これね、まあ僕の得意なチョコバナナにして食べたりとかね、まあ大量にね塗るってわけじゃなくてこうチロチロっとねこうかけて食べるような感じで使っております。でもちろんさっきのねこうベーグルパンにね朝塗ったりとかでも全然ね美味しく食べれます。で値段もこれ200円ぐらいなんで、これと好きな人にはねまあおすすめですね。これははい、ということでね今日はね業務用スーパーで売ってるねおすすめのダイエット食材をね紹介したんですけれども、まあ結構ね量ありましたね。でもねこれでもまだねまあ紹介できるのも結構あるんですけれども、まあ全部紹介してたらねまあキリがないのでね、今日はね自分がね、まあ、いつも好んで食べてるやつを紹介しました。で業務用スーパーはねまあこういうねダイエット食材探すのもね、まあ、面白いのでね、皆さんもね気に入ったやつがあったら、まあ、コメントでね教えてください。ダイエットはね、まあ、こういうの探したりとかしてね、まあ、楽しみながらね皆さんもダイエットしていきましょう。はい、じゃあ今日の動画終わりにしたいと思います。今日の動画が少しでも参考になったのなら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。